はい、本日はですねこちらのユニクロ U のクルーネックティを使って1週間コーデを組んでいきたいなというふうに思います。まあ、今回はですねタイトル通りこの T シャツをベースにして1週間のまあコーディネートを作っていくっていうことになってるんですけども、まあ、この企画っていうのはですね1週間コーデってまあ何回かは今までやってきたんですけども、まあ、ほとんどの方がコーディネートは参考にならないと、でそれ以上に雑談の方をメインで聞いてるんやという方が結構多くてですね、まあ、僕はどんな楽しみ方していただいてもいいんですけども、まあ、一応1週間をコーデするにあたって、まあ、架空の設定をつけて1週間コーデを組んでるっていう感じになってますので、まあ、今回も架空の設定をつけて1週間のコーデを組んでいきたいなと思います。ではですね今回の架空の設定っていうのはですねまず年齢はですね29歳ということになってまして、で今回はちょっとあの設定を複雑にしてるんですけども、職業がトラック運転手ということになってて、まあ、要は運送業ですよね。運送業の方で9年前の20歳の時にできちゃった結婚をしてるという設定になっております。まあ、ちなみにですね子供は3人出て3人とも男の子という設定になってまして、まあ、29歳なんですけども3人の子供がいてて、で奥さんもいてると。で奥さんに関してはですねちょっとこれ設定迷ったんですけども、ヤクルトの営業マンにするのか、それとも保険の営業マンにするか、それかパートにするかって、この3つはちょっと迷ったんですけども、まあ、今回奥さんの設定は保険の営業マンという設定にしたいなというふうに思いますので、共働き、旦那は運送業、奥さんは保険の営業マンということで、子供3人を養っている計5人家族の旦那さんの、ユニクロ U を使った1週間コーデを見てもらいたいなというふうに思います。はい、ではですね、月曜日から見ていきたいなと思います。月曜日は結構いきなりラフな感じになってて、おいおい週の初めやのにこんなラフな感じで宴会っていう感じなんですけども、一応この月曜日に関しては本来は月曜仕事なんですけども、今週に関してはちょっと配送が1件ちょっとキャンセルになったっていうことで、急遽月曜日はオフになったので、まあ、3人の子供たちを連れて、まあ、公園に行くというスタイルになってます。T シャツはですねこちらのユニクロ U の T シャツを着用して、まあ、上からデニムシャツを羽織って、下はバギーズパンツ、足元はサンダルっていう感じの結構涼しげな、まあ、ゴールデンウィークとかにちょうどいいようなスタイルになってるかなと思いますので、ちょっと暑かったら上を脱いで T シャツとバギーズショーツだけっていうスタイルもできますし、まあ、子供たちが遊んでる様子をベンチで見守るんやったら、まあ、デニムシャツを羽織ったままパッと見守っててもまあいいかなという感じのスタイルということになっております。まあ、子供はですね上の子は9歳になってますので、まあ、一緒に遊ぶことはなくて、上の子においしっかり面倒見とけよって言って次男三男を見させるので、まあ、もうお父さんはその走ることがないのでサンダルを履いてるというスタイルになってまして、まあ、この今回のコーディネートの設定としてはですね、基本的にファミリー感のあるようなスタイルっていうのをまあメインにしてるので、まあまりにもちょっとファッショナブルやったり都会っぽい服装ってあんまりファミリー感出ないと思うので、まあ、こんな感じで公園に行くっていうのはまあイメージ湧きやすいかなと思いますので、まあ、こういう形で月曜日に関しては仕事がオフ、配送業が一件キャンセルになったので子供と公園に行くというスタイルになっております。では、次火曜日に行きたいなと思います。はい、火曜日ですね、まあ、この日からもう普通に仕事が始まってるということになってるんですが、配送業っていうことなんですけども、一応長距離という設定にしたいなと思いますので、この人はですね九州に住んでるんですけども、九州に住んでるんですが、今回の、配送に関しては、秋田、東北の秋田まで配送っていうことになってますので、まあ、秋田に行って帰ってきて、まあ、土日お休みというような設定になってますので、まあ、この日から秋田へ行くという感じになってます。ちなみにですねコーディネートはこのユニクロ U の T シャツを着用してベージュの軍パン、まあ、作業着っぽくもなるかなというふうに思いまして、もうこのままトラックを運転して秋田へ行くというスタイルになっております。まあ、ちなみに昨今のですね、ちょっと経済状況から考えまして、まあ、あまり会社の方からも高速道路に乗るなというふうに言われてますので、基本的には一般道をメインで走りまして、まあ、夜中とか、まあ、日中よりも夜中の方がよく移動できるというか、車が少ないということなんで、まあ、夜中によく移動しているというスタイルがこれっていうことになっております。なのでサービスエリアとかで休憩する際も T シャツ1枚から楽ですし、まあ、ワイドめのパンツを履いているので、まあ、作業するのにも動きやすいといったスタイルになっているというのが火曜日の仕事着スタイルという感じになっています。では水曜日行きたいなと思います。はい、ではですね、またこのユニクロの T シャツを使って、下は黒のパンツっていうことになっているんですけども、まあ、基本的に仕事はもうこの T シャツ1枚でやってますというスタイルっていうのを一応設定としてやってますので、まあ、水曜日ぐらいまでになるとですねちょっとオイニーの方がするっていうことになってますので、下に白シャツをかましてるんですが、まあ、一応ファッションのために今回かましてたんですけども、まあ、設定的にもちょうど水曜日ぐらいに、まあ、白のインナーの中に入れるって考えたら、まあ、匂い的なことを考えて入れたっていうこともいいなと思って、まあ、匂いのために入れたというふうにしてるんですが、一応本当はファッションのために白のシャツを入れてるってことになってて、やっぱり黒やとちょっと重たい印象になるので、
まあ、黒の T シャツと黒のパンツってどの家族にもあると思うんですけど、まあ、中に白 T を入れたり白のインナーを入れるだけで、まあ、ちょっとファッショナブルになるというか、服装としては成立するんじゃないかなという感じになっておりますので、まあ、これが一応水曜日のスタイルっていうことになってて、まあ、これでやっとこの日に秋田到着っていう感じですね。まあ、ちなみに秋田まで福岡から行ったっていうことなんですけど、まあ、距離にしたら本当に1000キロ近くの距離を走ってるっていうことになっててですね、まあ、それ何を持って行ったんやっていう感じになってるんですが、一応配達した荷物は AirPods っていう、まあ、こんなちっちゃい荷物を運ぶためだけにこんなわざわざ遠いところ行ったっていう、まあ、あくまで架空の設定なんですけど、まあ、そういうので水曜日に無事荷物を届けることができたという感じになってます。でちなみにですね、あの奥さんからこの日連絡が入って、で夜に連絡が入ったんですけども、奥さんからはですね、あの保険の営業マンって女性の中でも結構あの数字が競われる職業やったりするので、まあ、その辺の愚痴を聞いてるという感じになってて、トラックのあのパーキングエリアで休憩しながら、あ大変やったなーって言って聞いてあげてるという感じになってて、それよりも子供どうや元気かって言って子供とテレビ電話してるという感じになってるのが水曜日ですね。はい、では次木曜日です。木曜日はですね、もうここから秋田から今どんどん九州に向かって帰ってきてるスタイルになってるんですけども、やっぱりちょっと作業をしてたっていうことでズボンがちょっと変えといた方がいいなっていうので、まあ、デニムを履いてるっていうことなんですが、このデニムをわざわざ履きたかったわけじゃなくて、なんかちょっと履き替えとかなあかんと思ってパッてトラックの荷台見たらくしゃくしゃになったデニムがあったんで、あこれでいいわって言って履いたっていうスタイルが、まあこんな感じになってて、まあ男の人やったら、まあ、T シャツにデニムって結構憧れる姿やと思うんですけど、まあ、僕の個人的な理想というかイメージとしては、まあ、トラック運転手がデニム履いて T シャツ着てるっていうのって、まあ、アメリカの、あのトラック運転手やなっていうイメージがあったんで、ちょっとそういう感じのイメージで、まあ、今回作らせてもらったっていうことにはなってるので、まあ、この日のスタイルの名前をつけるなら家族のために働くお父ちゃん US スタイルということになっております。で、秋田から順調に帰ってきて、ただいまこの辺で大阪ですね、大阪ぐらいにやっと着いたっていう感じになってて、木曜日この日は終了となります。はい、そして次が金曜日ですね。金曜日はもうハーフパンツになってるんですけども、金曜日の昼ぐらいにもう福岡に着いてですね、まあ、一応仕事が終わったっていうことになってるんですが、やっぱりトラックを長距離運転してるっていうことあって、この会社の決まりとしては行って帰ってきたら必ず洗車をするっていうのが決まりになってますので、まあ、洗車するスタイルがこのスタイルという感じになって、ハーフパンツ履いて T シャツで洗車してるという流れになっております。で、まあ、この洗車が終わればもう今週は仕事がおしまいということになってますので、まあ、今週の仕事内容としては AirPods を持っていっただけということになってるんですが、まあ、それでも立派なお仕事になってますので、まあ、それを頑張ってるというスタイルになっております。まあ、ちなみに半袖半ズボンのタイプで合わせるときって、靴がボリュームのあるタイプなのかボリュームのないタイプなのか、要はバンズタイプなのかボリュームあるニューバランスみたいなタイプなのかって結構分かれると思うんですけど、ボリュームのないタイプ、バンズみたいなタイプ、コンバースとかを履いちゃうと結構海感が強くなったりとか、ちょっとマリンテイストな感じになっちゃうので、より街をイメージするのであればハイテクなスニーカーとか、ちょっとボリュームのあるスニーカー、まあこれ今回もそうなんですけど、ボリュームのあるスニーカーを履いた方が、まあ、街中とはこう合いやすいイメージかなって、まあ僕個人的には思ってますので、まあ、今回ボリュームのあるスニーカーをチョイスしてるという感じにはなってます。まあ、ちなみに半袖半ズボンって結構少年感が出やすかったりするので、結構合わせづらいスタイルやったりはするんですけども、まあ、一応その辺を意識しながら合わせたという感じにはなっておりますので、まあ、あくまで洗車スタイルなんで、まあ、これぐらいラフでもいいかなという感じになってます。はい、では次は土曜日のスタイルですね。土曜日のスタイル、まあ、こんな感じになってるんですけども、ミリタリーシャツを上からサッと羽織ってグレーのパンツになってるので、あれなんかちょっとかっこいい感じだなって、お出かけするんかなって思われる方も結構いらっしゃったと思うんですけど、あのだいたい運送業で土曜日が休み来て、まあ、家族経営でワイワイしてる感じって、もう必ず土曜日になったバーベキューが行われるんですけど、まあ、そのバーベキューに行くスタイルっていうのがこれです。自分と嫁さんと子供3人連れて社長が主催する、従業員のバーベキュー、まあ、それに出席するというスタイルになっております。でしかもですね、この社長はですね、あの川とか河川敷とかでバーベキューをするスタイルではなくて、自分の敷地内でバーベキューをするという、なんかいかにも見たことあるような光景にはなってるんですけど、まあ、そういったあの息のいい社長というか、まあ、従業員思いな社長さんのところで働かせてもらってるという感じになってるのがこの土曜日コーデっていうことになってるんですが、僕個人的にはこの土曜日のコーデとか一番好きで、ほんまは子供を預けて嫁と2人でデートっていうパターンにしたかったんですけど、やっぱり子供3人を預けるとこってじいちゃんばあちゃんに預けたらちょっと負担きついなと思ったんで、まあ、それはできひんかなっていうことで、まあ、バーベキューという設定にさせてもらったんですが、僕個人的にはこのコーディネートが一番今週の1週間の中では好きな
感じにはなってるんですが、まあ、次の日曜日に行きたいなと思います。はい、ということで、最終日曜日になってるんですが、こんな感じで先ほどの似てるんですけどグレーパンツに T シャツ着てて、で上に持ってるのがレザージャケットを持ってるんですが、まあ、この日に関してはちょっと家族サービスできてなかったなっていうことで、まあ、今週はこの日曜日に家族でお出かけスタイルっていうのがこのスタイルとなっております。まあ、一応九州っていうことやったんで、この家族で出かける先っていうのは、まあ、天神に出かけるんですけども、まあ、天神のですね、あの古着街があると思うんですけど、あの辺を子供たち連れて行きながら、ちょっと食べ歩きもしながら、まあ、家族で一日過ごすというのが、まあ、こういったコーディネートという感じになってます。もちろん、まあ、という感じで1週間のコーディネートが出来上がったということになっております。まあ、今回はですね、この T シャツをまあベースに合わせたっていう感じになってるんですけど、まあ、T シャツなんでトップスの1枚のメインとしても着れますし、インナーとしても全然着れるっていう感じで、まあ、黒やから結構合わせやすかったんですけど、やっぱり重たい印象にちょっとなりがちな色っていうのが、まあ、やっぱり黒やと思うので、まあ、そこをちょっと脱却するために、まあ、特に僕が好きやった土曜日のコーディネートとかがそうやったんですけど、あのバーベキューコーディネートですね、もうそうやったんですけど、グレーのパンツに、まあ、ベージュのアウターを着るっていうような感じで、他の色をちょっと明るめを使うだけで春っぽさって一気に出ると思いますし、まあ、元々が黒なので秋とかやったらもうちょっと暗い色を使っていけば秋っぽくはなってくると思うんですけど、そういう意味では結構着回しの効くコーディネートやったんじゃないかなという感じでは思います。はい、ということでですね、まあ、一応今回もあの勝手な設定付けでいろいろお話はしていったんですけども、まあ、今回使うアイテムがユニクロ U のクルーネックティーっていうことやったんで、まああえて無難な方がいいなっていうことで、基本的には無難な方無難な方で合わせていって、ちょっと冒険したような着方とかはやめたんですけど、まあほんまやったらオールブラックとかでカーディガンブラック、 T シャツブラック、パンツブラックでスニーカーだけ違う色とか、そういうちょっと攻めた感じもしてみたかったんですけど、まあ、今回の設定的には、まあ、そんなにファッショナブルっていう感じのイメージではなかったんで、まあこんな感じでいいかなと思って、まあ作らせてもらったという感じになってます。はい、ということになってますので、本日はですねユニクロ U のクルーネックティーを使って1週間コーデを組んでみたという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。